学校なのにピュアな方が多い元気があって、うん、一切先生方の気配がなかった。先生が熱血ですよね。管理されてるかと思いきやそうでもない。運動部のこのキャラが強いような感じがした。自分のそのこだわりとか凝り性な部分が楽しめる美術学は絶対、うん。じゃあちょっとこの辺りから、まあ、はい、あの夏以降の話、今ちょっとね、文化祭とかもあるシーズンですけども、そうです。はい、どうですか？まあ、今まで、いや、あの私がせあのグノーブルでいつも説明会、ほか、まあ、諏訪岡さんのとかにもお邪魔したことあるんですけど、行ってきたとこで、まあ、ちょっとあの息子に合うかもなと思うところを見せようと思って、うん、幅広くあの見せていて、で、文化祭、まあ、行ったのが、ちょっと今9月中旬ですけど、芝と世田谷と本郷とは行って、うん、でこれから、予定ですけど早稲田、うん、東京都市大附属あたりは行こうかなと思ってます。うん、なるほど、はい、結構じゃあ行きますね。僕まあすでにそうか、芝、世田谷、本郷は、うん、先週かな、先々週かな、なんか確かに賑わってましたね。賑わってました。SNS がね。息子の場合、まあとにかくもう部活大好きなんで、行きたいとこは各ところで、学校であるんですけど、うん、ここに入ったらこの 部活に行きたいみたいな。芝は、すごく、こう、いい意味でなんて言うんですか、あんな都会の学校なのに、ピュアな方が多いっていうか、すごく元気があって、うん、大人びてはないけども、うん、学校が好きだなみたいな、うん、で一切先生方の気配がなかったですけど、うんうん、そしたらたまたま職員室の前を通ることがあったんです、芝の、うん、そしたらね、 OB の方がね、みんな先生たちに会いに来てるんですよね。わちゃわちゃしてました、みんなで立ち話してて、うん、そういうとてもいい雰囲気で、あと PTA の方のブースがあったんですけど、うん、すごくね、明るいんですよ、校長先生並み、あの有名な校長先生並みに。すごい楽しいんだろうなと思って、うん、息子にも通じて、あ、芝がすごくいいねみたいな、うん、まあ、安住武蔵も大好きですけど、うん、同じぐらいいいって言ってました。確かに芝学園はそういうイメージあるかも、うん、僕も行った時ありますけども、はい、都会のど真ん中にね、うん、まあ、しっかり校庭もあるしね。そうですね、あの、まあ、広くはないですけど、うん、でもあれだけでも十分ですね。十分ですね、うん、確かに中学生も高校生も楽しそうに、そう、すごい楽しそうで、うん、フレンドリーだし、うん、確かに、そこの、なんか背伸びしてないっていうか、うんうん、それもまた良かったみたいで、で世田谷行った時は息子ちょっとあのミリタリー系とかも好きなんですよ。おあの戦車とか戦闘機、はい、デザイン、うん、あとこのエンジンとか、うん、そういう話ができる先輩がいたんです、世田谷に、うんうん、それで盛り上がっちゃって、うん、その部活から30分ぐらい離れないでずっと喋ってましたね、その先輩とそしたら、ああいう先輩いるなら世田谷もいいねとか言って、うん、なんかすごくそれぞれに、うん、いいとこあったみたいで、うん、部活動を楽しみたいって思ってるみたいで、勉強ももちろんだけども、うん、自分がちょっとでも共感できる、話ができる先輩がいるところに行きたいみたいなことを言ってました。卒業しちゃうかもしれないけれども、うんうん、でもね、こんだけあるから、共学も行こうって言ったら行かない。もう別学。うん、絶対別学。うん、別学で行きたいっていうことで、うん、男子校しか行かないっていうので、もう男子校だけ。私はちょっとしてはまだちょっと見せたいとこもいっぱいあるんですけど、うんうん、まあお子様がそう思うんであれば全然、うん、まあ別学に通ってる子たくさんいますしね。ね、あの今通ってる小学校は共学なんで、まあ、十分だから女の子のね、うん、お友達も多いですけど、うん、でもやっぱりこう自分のそのこだわりとか凝り性な部分が楽しめる美術学は絶対って、うん、って言われたんだ。もうこれは頑固なんで揺るがないなと思って確実に別学ですね、もう絶対語学は受けないって言われました。そっか、本郷はどうでした？本郷も先生がなんか
熱血ですよね。あ、そうかもしれない。意外と。だけど、うん、なんか管理されてるかと思いきや、そうでもないというか、その中でも生徒さんが好きなことやれてるっていうか、うん、ただうちは運動が得意な方ではないので、なんか本郷はすごくもちろん素敵な学校なんですけど、運動部が強いような感じがしたって言ってました。うん、運動部のこのキャラが。確かに。うん、強いのありますよね、うん。ラグビーとかね。ああでも説明会行った時に、うん、決してうちは文化部もなかなかですよっておっしゃってて、うん、まあ、入ったら多分もっと細かい部分でいいところ見えると思うんですけど、うん、ちょっとこう運動部に押された感じがしたみたいで、うん、なんか島とか世田谷の方が自分の中ではこう浮かないとか居心地がいいましたって言ってましたね、うん、たくさん居場所がありそうな感じっていうね。そうですね、おっとり系、おっとりだけどこだわりが強くて、うん、いろんな子が混じり合えてる感じの学校が好きになるので、うんうん、それはね、もちろん御三家もそうですけど、うん、ね、御三家ばかりに最初の方って目がいくじゃないですか、4年生の頃とか、うんうん、だけどもうすごく勉強も頑張ってて、楽しそうな学校生活を送りそうな学校っていっぱいあるねみたいな感じで、うん、千葉もいいな、世田谷もいいなみたいな感じで、だからあとは主人は結構説明会に早稲田で昔行ったんですよね、うん、すごく早稲田がお気に入りでうーん、あ、いいんだよとか、昔のイメージと変わってるんだよとか、あと校舎が新しくなったみたいなんで、うん、ちょっと私はまだ行ったことないんですけど、それはちょっと楽しみで、今度文化祭見る、うん、早稲田か、そっか、早稲田も確かに男子校ですもんね。ザッザッって感じですよね、うんうん、そうかも、カラーが早稲田なんですよねうん、結構熱血な感じのイメージ、僕文化祭とか行った時は感じました。あ、そうでした。まあ熱いというか一生懸命というか、うんうん、主人は説明会行った時に、まあ、もちろん皆さん早稲田の指定校取れるぐらいの実力がある生徒さんが多いらしいんですけど、みんなあえて国公立も意識して実験するっていうのを聞いて、うん、あ、なんかその付属だけどもちょっとハングリー精神もありつつ、うん、そういうところがなんかいいなみたいな、うん、あと、まあ、文化部も結構しっかりやってるって言ったんで、うん、まあ、うちの息子にも見せたいなみたいな、うん、だからうちの、そうですね、主人は早稲田は絶対見せたいみたいです、うん、でもやっぱりパパさんに人気がある学校なんですかね、うん、パパには人気もあるんじゃないですかね。しかもそのね、 100% 付属っていうので全員が早稲田に行くって決まってるとこではないので、継続校になるので、じゃあ外部受験っていう風にね、なる方が、まあ逆にその、まあ早稲田もね、すごくいい学校ですけど、大学はね、まあ国立をじゃあっていう子も一定数、しかもそこそこの人数いるので、自分でゆっくりこう考えて6年間どういう風にっていうのを、まあ先輩方がね、それぞれ早稲田とか国立進んでいくのを見てったら、自分はいずれどういう選択をするんだろうなっていうのを、その考える機会多いんじゃないかなって思う。私まだ見たことないので、うん、ちょっと文化祭楽しみですね、うん、あと都市大附属は、うん、昨年、うん、YouTube でサピックス、あ、金谷さんね、あ、そうそう、あ、でお話を聞いてちょっと興味があって、うん、確かになんか受けやすいというか、なんとか幅広くあるじゃないですか、うん、って、うん、なのでちょっと見ておきたいなっていうのがあって、うん、うん、そうか、金谷さん都市大はすごくね、人気あるし、そこでね、まあ、さっき言ったように、そのスケジュールもね、結構ありますので。ねえ。うん。だから、多分そこでなんか、ちょっとこうした、その受験生向けのっていうのも多分あると思うので。本当ですか、うん、なんかグローブルってまだ面接は5年生ないんですよね。うん、で、多分秋口とか冬ぐらいに1回あるみたいなんですけど、その時にこうなんとなくどういうかとこを狙ってますか、受験日程はこんな感じでありますよっていうのは提案をしてくださるそうなんですけど、うん、そういった意味でも、まあ、1日と3日は受けたい学校いっぱいあるんですけど、2日4日5日でどんな学校あるかっていうのを見ておくのが大事だなと思って、だからそこをちょっと意識して今回文化祭を来ると思って、まだ見れてない学校もあるんですけど、うんうん、まあそれまで都市大附属は、なんかそこ、一番幅広いですよね、結構ね、うん。そうですね、都市大は。あの学校とかも実は意外にあったりしますけど、うん、法学者とかもある、うん、なんかまあいろいろグノーブルの
その先輩方が受けてきた学校を見て、あ、こういう日程でもあるんだって、だんだんこう勉強しながら、いろいろちょっと文化祭を組んでみたいなと思って、うん、まだまだちょっとし調べたいで、はい、まあ、今見たものは絶対行こうねって話になってきて、うん、あの中学校案内の時見ていたら、自動車部があるとこ行って。自動車部、あ、もちろん乗れるわけないな、作ってるんだと思うんですよね。なんか模型みたいな。いや乗る方。乗る方。ウォークアウトみたいな、なんか写真があったんですけど。ああ、じゃあもう本当にこう校内で走らせるようなやつかな。エンジンとかから来る、うん。うん。それすごいな。それなんか意外にうちの息子好きなんですかと思って。エンジンとか大好きなんで。うんうん、だから自動車にはあまり実は興味ないんですけど。うん、ね、あのいろいろね、組むの面白いんじゃないかな、うんうん、3D プリンターとかで作ってるみたいな書いてあったんで、全然こういうのがあるみたいなんで、それはもう楽しいんじゃないみたいな、うん、そこをちょっと見たいねって、うん、もう各学校見たい部活を決めていてリストアップしてました、この、うん、確かに、もう混むからね、事前にこう最低でもここは見たいんだっていうのをそう見てから、ね、調べてから行った方が、うんうん、けどこれだけね、文化祭行ってるとやっぱりそれぞれの学校の違いとかいいところっていうのがこう見えてくると、はい、やっぱ志望校の選定は決めやすくなりそうな感じしますね。そうですね、うん、でもあのよくこれがまだ合格もらえてなかった時はここを受けなきゃいけないとか、そういう A パターン B パターン C パターンで考えておいた方がいいっていうのは聞いたことがあったので、うんうん、だから全くね、あのこの学校行ったこともないじゃよくわからないから、うん、できるだけ足を運ぼうと思っていて、そうですね、うん、で文化祭でね、あの行けなかったら入試説明会5年生から参加できるところもあるって聞いたので、うん、まあ、そういうとこに私だけ行ってもいいかなみたいな、うん、まあ、多分来年はもう文化祭回ってる余裕はないだろうかなと思っていて、うんうん、ないですよね、多分6年生だと、あるとしたら春の文化祭ですよね。うん、ゴールデンウィークとかにやってる方の文化祭なら、この時期だとお子さんがその土曜も日曜も塾行っちゃうんで、そうですよね、絶対行けないでしょ、うん、親はね顔出したりとかはできるかなとは思うんですけど、そうですよね、だからもう本当に、うん、あのできるだけ何かしらあのミニオープンキャンパスでもいいからちょっと顔出そうと思って、うんうんうん、そうですね、やっぱその学校の空気をね感じてなんかいいなってこう思う瞬間が多分それぞれ皆さん何かしらのポイントであるでしょうし、まあ、逆を言えばね、あれここちょっと違うかなっていうふうに感じることもね、うん、それぞれ正直あるかもしれないし、まあそれはご家庭ごとにね、うちはこっちがいいっていうのがねバラバラに分かれていくので、今度も早稲田とか都市大附属も楽しみですね、うんうん、そうですね、文化祭ね、やっぱりこう生徒見れるので、うん、うん、なんか僕らの時代の中高生っていうとちょっとどっか車に構えたりとか男子とかないのかなって思ったりするんですけど、堂々とみんなこうやってるじゃないですか。ああいうの見ると清々しく僕は感じるので、結構多いですよね、うん、そうだから立派だなって思っちゃいますよね本当に、うん、プロデュース能力っていうんですか、うん、国家祭でねすごく磨かれていくんだろうなと思って、うん、確かに、あとクレジットカードがピートカードとか、なんていうか、アスモとかアイカードだけの支払いにするところとか、うん、キャッシュレス導入してね、物品販売してるとかも、すごいなぁと思って、うん、ちゃんとそれで稼働させてるので、うん、立派ですよね。本当に、現金いらないんだもん。ちょっと学校は現金でっていうイメージありますけど、そういうのもしっかり導入するの、多分生徒が、そういう取り扱いの業者さんにね、そう、素晴らしいなと思います、うんうん、この秋はもう学校の見学とかその文化祭訪問中心にいろんな学校を見て、そうですね、まあ、あと、うん、あの5年生からのさっきも言ったんですけど入試説明会に出れるみたいなんで、うん、まあ、ちょっとこういう問題が出るんだよとかを見るのも、うん、まあ、ちょっとまだ息子は行きたがらないと思うんですけど、まあ、主人と話して手分けしてちょっとお話聞いてくるのもいいかなと思って、うんうん、確かに入試説明会で、ね、学校説明会とまたちょっと違うので、5年生で参加 OK であれば、まあ、あのそういったこう、まあ、文化祭あのもちろんイメージは来るんですけど、まあ、非日常じゃないですか、うん、なのでちょっとこう先生方 の、 あのお話をよく聞くのはやっぱり説明会とか入試説明会、うんうん、
なと思ってるので、ちょっと5年生になったらそっちの方に足を運ぶようにしてみようかなと、うんうん、今後の飲み方とかまだちょっと素人で分かんないので、うん、どういうふうに対策したらいいかとか、うん、そういうところも入試説明会に出るとちょっとヒントになったりするのかなと、うんうん、この時期から紐解くといいよとか、そうですね、うん、どういう問題を出すいうのをね言ってくれるところもあるんで、はい、うん、今まで文化祭で500円ぐらいで売ってるじゃないですか、過去も、うん、とりあえず買ってるんですけど、まあ、何も差が開いてもいないのでそういったものも、うん、ちょっと活用できるようにね、うん、他の方も勉強しなきゃなって思ってます、うんうん、まあそこはね、まあ、まだまだ時間ありますから。そうですか、まだですかね、うん、算数は見ときたいなって言ってましたね、やっぱり、うん、早め早めに対策したいね、うん、そうですね、算数はまあ出題傾向やっぱり分かる、まあ、国語もね出題傾向っていうのは露骨に学校によって違うし、うん、あとはもう時間配分が全然学校によって違うんで、それ大きいですね、大きいです。50分なのか45分なのか、うん、やっぱ大問1個なのか2個なのかっていうのでもね、まあ、大体は大問2個ですけど、1個になると長文になるんで変わりますし、いやまだまだなんか次のステージに上がる感じでまあまだまだそれはね6年生になってからですけども、はい、まあいい夏をね過ごされて、そうですね、うん、すごくこう劇的なジャンプアップではなかったですけど、あ、そうですか、でも、まあうん、徐々に階段を上ってきてるのが良かったかなっていう、うんうん、いや僕、うん、今日お話聞いて階段上ってる感じをすごく感じたので、はい、すごくいい時間を今辿ってるのかなっていう気が私は今日話聞いて思いましたね。これからの算数と理科は本気のエンジンかかってくるって先生に言われてるので、うん、難しい単元に入るから、なるほどね、塾側がこっからちょっと難しいぞと、ついてこいよって、理科もすごいぞと言われてるので、うん、ちょっと構えてるところですいや、なんかお子さんは大丈夫そうじゃないですかね、うん、逆にそう言われたら、うん、よしじゃあ俺もそれついていこうっていうふうに思うお子さんのような気がするんで、うん、あんま親の方がねえーってならなければ、そう、とにかくテキスト管理だけしっかりさせて、うん、漏れがないようにしてあげようかなって思うんですね。そうですね、うん、そう、教材の管理と、まあ、親ができるとね、まあ、あとご飯作ったり、はい、本当です、うん、そこそこ、うん、お風呂入れたりとかって、あとはね、声掛けで、あとコピーですね、コピーをするっていう、とにかく演習量だと思って、これからは、うん、うん、算数も徐々にね、うん、ちょっとずつ枚数を多くしていって、うん、やることをね、やっていこうかねっていう話をしています、うんうん、お子さんとのコミュニケーションがすごく取れてるっていう感じのお話なので、うん、そうですね、でもやっぱりこれやなさい、あれやなさいでやる子ではないっていうのはすごく昔からあるので、うんうんうん、自分でスケジュール立てさせるのが一番いいかなと思ってる、うんうん、で、ちょっと、いや、もう少しこれは減らしてもいいんじゃないって、ここは増やしたらとか、そういうアドバイスだけして自分で決めさせるっていう、うんうん、やっていこうかなって思って、うん、辛いと思わせないことが一番いいので、かもしれない、しませていこうかなと思ってます、うんうん、ありました、うん、またちょっと冬にお話をお聞きしたいと思います。今日そう、もうね、1時間超えて今お話ししてる。あっという間なんですよね。あっという間ですね。うん、そう、はい。また次回にね、お話をお聞きしてみたいなと思います。心が折れてないように頑張る。ああ、だからもうちょっとね、その算数、この形が今どうなったのかっていうところも次回にね。調子がいったのか、いけないのか。そこは課題だと思ってます。お聞きしてみたいと思いますね。ありがとうございました、今日は。はい、ありがとうございます。はい、いえいえ、ありがとうございます。